はい、本日はですね、視聴者さん7000名に聞いたブラック脱コーデというところをね、ご紹介していきたいなというふうに思います。ということで、冬場になったりしたらなんでか知らんけど、真っ黒のやつっていけますよね。ジャケットも黒、インナーも黒、そしてパンツも黒、わしやないかと。これ今のわしやないかって感じだと思うんですけど、こういうやつ絶対世の中いてるじゃないですか。ほんでその人もね、別に昔からそういうわけじゃないんですよ。僕もね、いろんな色は着ましたよ。いろんな色着てるんやけども、結局はブラックが無難やと。何でも合わせれるし、こうやってオールブラックになったって、まあまあ別にちょっとクスッと笑えるぐらいで、まあ済むやろと。ほんなら、こういったずらーっと明るい色ってね、もうええかなと。なんかちょっと冒険して外した時痛いし、なんか笑われるの嫌やし、もうモノトーンでええかなって思うじゃないですか。だけどね、このチャンネルを見てやれてる方っていうのはね、やっぱりまあ服も好きやし、それ以外に性能も好きやし、あと何よりね、やっぱスタイリッシュな方結構いらっしゃるんですよ。だからね、そんなポテンシャルがあるってね、そんないい素材があるんやったらね、オールブラックじゃもったいない。もうしっかり色を入れていきましょうということでね、視聴者の方に、冬場やったら何色を差し色にしますかっていうことで、アンケートを取ったんですね。ほんなら、いろいろ皆さんに答えていただいて、あ、なるほどなと、この色いいよねとか、あ、この色いいよねとかっていう話をね、今からさせていただきたいなと思いますので、それを順番にね、トップ7からお話ししていこうと思いますので、本日の流れとしては7654321まで喋って、まあ、ここに一応色は用意させていただきました。ずらーっと用意して、まあ、これ差し色というか、もうアウターになっちゃってるから、まあ、差し色ではないんですけども、まあ、こういう色をね、入れていく方が多いですよとか、逆にこういう色はね、入れやすいですよなんていう話をね、お話ししていこうと思いますので、僕もね、このオールブラック状態からこう脱いだりとか着たりとかしながらね、あーでもないこうでもないっていう話をねしていこうかなと思いますので、まずはですね、人気の多かった色のトップ7からね、順番にいきたいなと思います。まず第7位はね、こちらブラウン系です。はいはいはい、確かにね、この辺やったら、まあまだ勝負戦でもね、まあなんとかこう合わせれるかなっていうのってあるじゃないですか。でまあブラウンって差し色っていうことで言うんかちょっとわからんねんけども、まあとにかくね、ブラックではないっていうところで、こうね、オールブラックのところに、まあ、上だけパッて羽織ったりね、こうインナーで茶色使ったりしてもね、まあまあまあいけるやろうっていうことなんですけども、ブラウンって結構なんていうのかな、色味ちょっと間違えるだけで結構おじさん臭くなるのってあるじゃないですか。これは着る人によると思うんですけどね、こういうなんていうのかな、薄めのブラウンと結構濃いめのブラウンってあるじゃないですか。でまあ今僕着てるの中間ぐらいのブラウンやとしたら、多分それぞれ人それぞれね、似合う色ってあると思うから、こういう薄めの方がね、あ、上品で似合うなっていう方もいらっしゃるけど、人によればちょっとじじ臭くないかと、おじいさんやないかっていう人もいてるやろうし、逆にこうやってね、まあ、濃い色の方が顔が映えるんやっていう人もいてるやろうし、まあ、それはね、まあ、ブラウンって言ってもこうやって色こんだけあるから、まあ、それぞれね、似合ってはるというか、お似合いの色を選ばれたらいいと思うんですけど、僕に関しては結構、まあ、この中間色のブラウンよりこう薄めの方がね、どっちかったらこう肌の色とかに合いやすいんですよ。でこういう濃いのはね、ちょっとあんまり合わないんですよね。面白いですよね、こんなちょっと微妙に違うだけから、あんま違いなんかないんかなとかって思ったりして、こうやってパッと見たら確かに合わへんな、うさんくささがもっと出るなってなるし、こっちの方になったらね、あ、まだいけるかなと。ただ僕も35を超えてくるとちょっと肌と合わんくなってくるかな、この色味ね。だいたいあの街中とかでもおじいさん見とったら、おじいさんってこういう色味全身になってるじゃないですか。だからまあその辺はね、気をつけていかなあかんのですけども、まず第7位がね、ブラウン系が多かったですよと。でその次の第6位のね、人気カラーというのがこちらのね、パープルでした。でパープルに関してはね、まあ、僕これアウターにしますよ。アウターにしてるんやけども、まあ、例えばキャップとかね、あとまあ靴下とかね、そういうのとかやったらね、全然合わせやすいかなと思うんですけども、たまにね、僕もそれこそ大阪市内とかたまに歩いたりとかしとったら、このレトロ X のね、紫着てる人見てかけたことあるんですよ。派手ですね、目立つ。あの地下鉄乗ってたんですけどね、もうだいぶ遠いところからね、あれ絶対レトロ X の紫やんってもう気づきましたもん。では別にその方、僕の動画見てるか見てへんか知らんからね、あの声とかもちろんかけてないですけども、まあ、パープルはね、こういう風な感じで、なんていうのな、金髪とかとはね、相性はいいですよね。まあ、黒髪になったりしたら、僕もよう多分これは合わせれないと思うんですけど、まあ、黒髪でもね、似合いはる方は似合いはるとは思うんですけども、こういったパープル系ですね、これはでもいかにもメンズらしいですよね。パープルってあんまり女性の方であんま聞かんから、まあ、メンズのね、好きな色味なんかもしれないですけども。ちなみにこれ去年かな、2020年に出たんですけど、確かこれってね、アメリカの企業じゃないですか。でアメリカってね、なんかあの共産党と民主党って赤と青って色があるんですけど、まあ、それを仲良く混ぜていこうということでね、紫が多かって、パタゴニアもそうやし、あとそれがね、ノースフェイスもね、なんか紫出してたんですよ、その当時はね。でまあ今年はそんな出しないと思うけど、そんな方もあったと思います。でそれが第6位ね。で次第5位に行きたいなと思うんですけど、第5位はね、これ僕の視聴者さんやからっていうのもあるかなと思うんですけども、こちらのオレンジ。オレンジはね、なかなかなんていうのは、これぶっ飛んだ色してるじゃないですか。だからまあこれもね、セーターとかやっていいかもしれないですよね。ニットとかでオレンジで、こうまあ全く今でいう逆、あのアウターをブラックにしといて、中をオレンジとかにしとけば、まあ、全然多分誰でも着れるとは思うんですけども、
まあ、こんなねアウター着とったらねめちゃくちゃ派手やけど、僕これでねバイクとか乗るんですよ。バイクとか乗ってたりとかしたら、あのこの間ね視聴者さんに言われたんですけどね、めっちゃ派手ですねと一瞬で分かりましたと。高速のねパーキング、あの木の川っていう和歌山のパーキングがあるんですけどね、そこ行った瞬間にねもう一瞬で分かりましたわって言われたぐらい、まあ派手っていうか目立ちますよね。だから逆に言うとバイクとかやったらねこういうのを外に持ってくるのはいいやろうし、まあおしゃれとかで合わせるんやったらねインナーとかでね合わせたりするのもありかなと思うんですけども、このオレンジがね人気あったということで、実はオレンジって合わせやすいんですよね。これあの今まで言わなかったんですけども、僕よくオレンジ使うんですよ。オレンジで、ね、意外とまあ男の人合わせやすかったりするんで、僕はブルー系とかよりもねあの好きなのはオレンジ系ですね。はい、これがまあ第5位ね。そして次が第4位か。第4位はねズドン、こちら青系でしたね。で青系って言ってもね、僕実はブルー系あんま持ってないんですよ。まあ、この辺ぐらいかな持ってるって言っても、なんか多分一般的にはねこうブルーって多分受けやすい色味やと思うんですけど、僕個人的にあんまり似合わないんで、ね、あのブルー系を実は持ってなくて、ずらーっと今クローゼット見てるんですけど、ブルー系ってこの辺ぐらいしかないんですよね。だから僕は持ってないんですけども、視聴者さんの中ではね第4位で人気があったということで、まあ、確かにデニムとかもねブルーやし、そう言われると結構馴染みのある色というかね合わせやすい色かもしれないんですけども、まあ、ブルー系ということで、ね、言ってはりましたわ。なんかよくファッションとか言ったらね、とにかくネイビーを合わせろって言われる方結構多いんですけども、僕ネイビー合わへんからね、あんまり顔周りにネイビー持ってこないんですよ。だから足とかねパンツとか靴とかにはネイビー持ってくるの全然大丈夫なんですけど、顔周りはね僕あんま似合わんからあんま持ってこないんですけども、まあ、第4位がね青系ということになっておりました。では次第3位に行きたいなと思うんですけど、第3位がこちらズドン、こちらイエロー系ですね。イエローってねまさにブラックと相性いいじゃないですか。だからこのアンケート結果ってねめちゃくちゃ理にかなってるなと思うんですけど、こう普段ねモノトーンな、まあ、黒とか白とかが多い人からするとこれはね1個足すだけでいいんやけども、他のね色味とかやったらもうちょっと色足さなあかんかったりとかすると思うんで、まあ、そう考えるとね確かに黄色ってね合わせづらそうに見えるけども意外とこれいけるんよと、まあ、この切り返しもそうですよね。黒と黄色やからこれだけで単体で完結してるし、まあ今僕ねこの黒のロンティーに黒のパンツ履いてるけども、これの上にさって羽織るだけでもね、まあ一回羽織ってみましょうか。ぐじゅぐじゅ言わんとお前は着ればいいんやいうことでね、ちょっと着ていきますわ。ただねこれ後で見てください、このねロンティーにねフリースの毛玉つくかもしれないんで、それちょっと気になるんやけども、まあまあもういっちゃえ。はい、とまあこんな感じでね、まあ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 別に変じゃないっちゃ変じゃないけど、まあちょっと若作りしてる感があるか、まあ僕32歳やからね、もうちょっとおじさんやからあんまりちょっと若作りしてる感じもあるやねんけども、まあちょっとねこんな感じでね、あのスノボ終わりはいいね、いやー今日疲れたな温泉でも行こうかー言うてね、こんな感じで去っていくみたいなね、ほんで片手で運転しながらねなんかソフトクリーム食べるみたいなね、そんなのもいいかなと思ったりするんですけど、まあこういう感じで、まあ、僕も個人的に黄色は好きなんで、このランキング3位でねあのちょっと嬉しかったところであるんですけども、こちらが3位と。じゃあ次第2位に行きたいなと思います。第2位こちらという前にですね、オーマイガッドですわ、やっぱり黄色の繊維めちゃくちゃついてるわ、ほら黄色繊維めっちゃついてるでしょ、うわーやだな。あのノースフェイスのねフリース着るときはね中に黒着てあかん、あの白じゃないとダメですわ。パタゴニアのねフリースは毛抜けないんですけど、ノースフェイスのフリースはね毛抜けがめちゃくちゃあるからね、まあしゃあないですけども、次が第2位に行きたいなと思います。では第2位はね何色かと言いますと、あの色なんですね、ドドン、赤色。これ一番人気なんかなと思ったら赤じゃなかったんですよ。でも赤がね第2位ということで、まあ人気は人気なんですけども一番ではなかったという感じにはなってて、特に赤色って結構メンズでも展開されやすい色味じゃないですか。スニーカーとかもね赤とかってちょくちょくあったりするし、まあ、セーターとかニットとかもね赤色って結構あったりするから、まあ、アウターの赤ってね、まあ、こんな感じで派手にちょっとなっちゃうけども、まあ、メンズからしたらねなかなかこう馴染みのある色味というか、まあ、そんなに抵抗感のない色味、例えばここまで赤いのはちょっと微妙やなと思ったら、これぐらいちょっとねワインレッドというかボルドーみたいな感じのね色味でちょっとまあグッとくすんだ感じでも全然いいやろうし、僕もね昔ねニットにね赤色のニット着てる時にめちゃくちゃ似合うなってね女性の方に言われてね、それ以降そのセーターずっと着てたんやけども、あの途中で穴開いちゃっただからもうそこは着てませんけども、そんな思い出があるのでね、まあ、赤にはいい思い出がありますが、それがまあ赤の思い出ですね。ただねあの赤色のダウンとかこういうジャケットにしちゃうとなんか人によってねサンタさんみたいになるじゃないですか。ほんでなんかクリスマス過ぎてから赤色着てたらまだ赤着てるみたいな感じになるでしょ。で赤のアウターはねこうどうしても難しいんかなとかって思っちゃうんやけども、まあ、ちょっとサンタさん注意報はね出ておりますけども、これがね第2位ということになって、じゃあ第1なんなんと。だって黄色出たし紫出たしブラウン系も出たし赤も出たし青も出た、ほん第1なんですかって言ったら、そうそれなんですよね、こちらグリーンということで、まあ、明確に言うとこちらはグリーンではございません。あの完全にくすんだるからオリーブとかそっちやねんけども、まあまあまあこの辺りとかかな、まあ、ちょっと明るめの緑っぽい感じもあったれば、まあこういうちょっと暗めのね緑もあったりはするんですけども、まあ、確かにこの辺はね合わせやすいですよね緑系はね。でまあ真緑っていうとちょっと微妙かもしれんけど、最近やとアウトドアとかも流行ってるから、このなんていうのな、こうキャンプっぽい感じというか自然っぽい感じやから合わせやすいんでしょう。でまあ緑も同様にね、
同じ緑でも、まあ、このようにね、明るい緑、薄い緑もあったりね、まあ、僕が着てるような中間のちょっとまあ土っぽい緑もあったりね、もうちょっと濃い緑があったりとかね、まあ、いろいろあるとは思うんですけども、まあ、ご自身のね似合う色をね選んでいただければいいかなと思います。僕ちなみにね似合う似合わへんでどうやって判断してるかって言ったらね、その顔周りにねこの色を持ってくるんですよ。でその時に自分の顔色が悪く見えたら、あ似合わへんなと。例えばこっちとかの方がねまだ顔色よく見えるじゃないですか。でこっちはねあんま顔色よく見えないんですよね。あほんならこの色あんま似合ってないんやなっていうのは、ね、判断してるんですけど、まあパンツとかその顔より離れれば離れるほどね手袋とかそんなはまあ関係ないんですけど、顔周りに来るもんはねそういう風にしてね色味をちょっと判断はしております。ということでこれが、脱オールブラックの順位になってました。まずは第7位からいきましょう。第7位はこちらブラウン系ね、まあ結構比較的誰でも参入しやすいような感じで、第6位っていうのがこちらのパープルね。ちょっと一癖あるんやけども、ちょっと上級者向けというんかな、一筋縄ではちょっといかんよというねちょっと難しい感じなんですけど、これが6位で、第5位っていうのがこちらオレンジね。でこれは意外と誰でもいけるんやと。パープルはちょっと難しいけど、オレンジってこれ難しそうに見えるけどこれ誰でもいけるんよというのがこちら。そして次第4位っていうのがこちらのブルー系ね。でまあこれも結構比較的誰でもいける。ただ僕みたいなタイプの人どんなタイプなのかわからんけども、そういう人はあんま似合ってないと。で第3位がこちらのイエローね。黄色系も実は意外といけるんよと、簡単なんよと。で第2位がこちらレッドですね。まあ赤系ってまあまあ馴染みがあると思うのでね、まあこれが第2位と。で第1位がまあこういうグリーン系がね第1位でしたというのがまあ振り返りになっております。まあ、ちょっと寒いから上着とこうか。木造の家はねほんまに冬は冷えるんですわ。はい、という感じでねちょっとまあ差し色のねアンケート取らせていただきました。パッてクローゼットとか見た時にね、ご自身のクローゼットパッて見たらやっぱブラックとかねネイビーとかねちょっと暗い色がねちょっと多いかなと思うんですよ。でその時に何足そうかなと、何色がいいんかなと思った時に、あニットでちょっと足してみようかな、じゃあニットやったら何色がいいんかなっていうのがね、まあ、今回皆さんの意見でね、まあ、参考になる部分じゃないかなと思います。まあまた夏場はいいですよ、まあ、あの明るめの色入れるし、バギーズショーとかで結構明るめの色履くんやけど、冬場はどうしても色入れへんのよっていう方はね、まあ、こうやって試してみるのもいいかなというところで、本日はですね、ブラックコーデ差し色は何だ選手権を差し入れたというようになってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。